こんにちは、マッツーです。今回はこちら、ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディション、こちらをレビューしていきたいと思います。今回ね、ファーウェイさんから、こちらご提供いただきまして、レビューをしていきたいというふうに思います。スマートウォッチね、いくつかレビューしてるんですが、まだ使ったことない方もまだ結構多いんじゃないかなというふうにも思います。で、しかもね、スマートウォッチ結構高いんですよね。普通に3、4万ぐらいはね、平気でしたりするので、まあそんな高いのは買えないよ。だけどちょっと健康とか気にしたいなとかね。ちょっと暑さもだんだん和らいでくるし、運動してみたいなとかね。そういう方もいらっしゃるかというふうに思います。このファーウェイウォッチフィットスペシャルエディション。これ見た目はですね、結構こうスマートバンドみたいな。ファーウェイでもファーウェイバンドっていうのが発売されていますが、あれにもまあ近いような形でもあるんですが、その上がね、ファーウェイウォッチフィットっていう、現行ではファーウェイウォッチフィット2っていうのが一番新しいんですけれども、まあそういうちょっと高機能な、機種も出ております。で、それのちょうど、中間ぐらいの価格帯、1万4000円台ぐらいで購入ができる。セールだともうちょっと安くなると思うんですけれども、それぐらいの価格帯で購入ができるという、なかなか優れた、製品になっております。なんだけど、結構ね、GPS とかも内蔵されたりして、ちゃんと、スマートウォッチとして単体で使うことも、単体でね、スポーツとかで使うこともできますし、スマホの通知とか、そういうのも含めて、使うこともできます。しかも結構ね、スタイリッシュなんですよね。私今回いただいたのはこの黒なんですが、ピンクとかブルーとかっていういろいろな色があって、で、そこら辺とかをね、結構素敵な、服とかにも合わせられる、合わせやすいっていうところがね、なかなかいいんじゃないかな、というふうに思います。というわけで、ね、今回このファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションというこの製品をご提供いただきまして、まあ2週間弱ぐらい使ってみましたので、まあ電池持ちだったり機能というところもね、ちょっと使っていきながらいろいろご紹介していきたいなというふうに思います。では、行ってみましょう。はい。というわけで今回はファーウェイウォッチフィットスペシャルエディション。こちらをレビューしていきたいと思います。見た目は結構ね、ファーウェイバンドっぽい感じですね。ファーウェイウォッチフィットシリーズがだいたいこのフォルムをしているので、ちょっとね、縦長の、なんだけど、横幅も結構あってね、見やすいモデルにもなっております。はい。というわけで使ってみてますが、なかなかいいですね。なんかこう、私今回ね、スターリーブラックをご提供いただいたんですけれども、もうこんな感じでね、いいですよね。なんかちょっとスターリーブラックという名の通りね、結構こう夜空っぽい、だからめちゃくちゃ黒いっていうやつじゃなくて、若干こうブルー系も若干入ってるような。で、カラーなんですが、今回ご提供いただいたスターリーブラックの他にネビュラピンク、あとはフォレストグリーン、この合計3色が用意されております。それぞれ結構ね素敵な色で、ネビュラピンクとか結構こうね、女性の方にはかなりフィットしそうだなっていう感じもありますね。なかなかいいなというふうに思います。なんか比較的軽いので、薄くて軽いので、なかなかいいかなっていうふうに思います。はい、重さはですね、35.4g。これバンドつけて 35.4g とめちゃくちゃ軽いですね。もうちょっとハイエンドなスマートウォッチとかになると、ベルトなしで 32g とかでようやっと軽いぐらいの重だったりするので、ベルトつけて 35g とかめちゃくちゃ軽いですね。ベルトなしだと 21g ということでございます。そしてね、ちょっとね、こう、盤面がカーブしてるんですね。盤面カーブしてるので手に、なんか見やすいというか手にフィットするというか、ボタンは画面の右側だけについています。1個だけついているのと、あとはタッチディスプレイという形に。後ろはね、こちらに、センサーがついているのと、充電のポートが上についています。だからここに、ね、付属の端子をポチッとこうくっつけてあげれば、これで充電ができるよっていう形になります。そしてですね、画面サイズは 1.64 インチ。で、画面占有率 70% という形になっています。結構ね、晴天下でも見やすくてですね、まあ運動しながらもこれ見たりしたんですが、なかなか使いやすいなという印象でもございます。盤面も素敵ですよね。これデフォルトの盤面なんですけれども、はい、こんな感じでね、やっぱりこう、なんか今回銀河っぽい感じでね。そしてですね、文字盤も豊富です。こんな感じでいろいろな文字盤をファーウェイヘルスケアアプリというね、この時計の設定できるアプリから設定することができます。1万種類以上の文字盤を設定することもできます。まあ中にはね、有料のものもあったりもしますけれども、はい、こういうのもあります。あとはね、常時点灯機能も搭載しております。
はい、この銀河っぽいやつですね、これ通常モードですが、常時点灯になるとどうなのかっていうとですね、これが今常時点灯モードですね。後ろの壁紙がまあなくなって、でもあのちゃんと何月何日何時何分、あとは歩数や天気とかもね、少し確認、薄くなってはいますが確認ができると。結構常時モード、まあ常時モードにすると若干バッテリーの減りは早くなるんですけれども、約3日間とかになる、なってしまうんですが、まあそれでもやっぱりね、常時点灯してるとすごくね、ふっとこう見たい時とか、手首のふっとかしなくてもね、今したら反応するようになってるんですが、ふってしなくてもできるので、そのなんか会議中にこそっとちょっとこうで時計確認したいとか、そういうシーンとかでも結構、便利に使えるかなという感じがします。これもね、あの文字盤によって常時表示がどうかあの表示されるかっていうのは変わったりするので、そこもねぜひチェックしてみていただければと思います。長押ししてあげるとこういう風に、まあいろいろな文字盤をここの中でも選択をすることもできますし、スタイル文字盤っていうのがあります。はい。スマホ上にね文字盤っていうところがあるので、ここからタップをしてあげるんですが、マイ文字盤ですね。でスタイルっていうのがあるんですが、こういう風にですね、まあ自分で DIY で、使えることができます。でこの時にですね、カメラっていうのをね起動して、自分の写真を撮ってあげて、この服とかのね色に合わせてあげるんですね。そうすると服の色に合ったような、文字盤のスタイルをね、自動で生成してくれるんです。で私の場合今回は白と茶色の縦線の服になっているので、こういう風な、なんかちょっとこう、水色も追加されているようにも見えるんですが、まあこういう風な3色で、作ってくれているという形ですね。これね、例えばね、これとかポチッと押してあげたら、はい、これで保存して、そうすると、このスタイルが時計に現れる。この時計に現れるということですね。するとこんな感じで、はい、文字盤をね、こういう風に、文字盤を自分の服の色と合わせてこういう風にやってくれるというところですね。これが、常時表示モードですね。こんな感じになっています。こういう風にね、自分でスタイル文字盤という形で、まあ好きな、まあ別に服だけじゃなくて、好きな柄に合わせてね、こういう風に、作るってこともできます。そしてですね、運動中の分析もちゃんとしてくれます。はい、こういう風にね、まあランニングとかではですね、過去のランニングの心拍数とかペース、あと距離頻度などね分析できたりもしますし、 VO2 マックスとか回復時間とかね、そういうところもちゃんと測定してくれます。まあ、ランニングとかもね、やっぱり時計自体も軽いので、あんまりこうあの手首の重さも感じずに、普通にあの走ることができますので、加えてですね、ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションはこんな感じで GPS も内蔵しております。はい。あの、ファーウェイバンドとかになると GPS 入ってないんですけど、ファーウェイウォッチシリーズは GPS 入っているので、こんな感じでちゃんと、あの、このファーウェイウォッチ単体で、場所、ログを取ることが、GPS のログを取ることができるというところですね。例えばですね、これ、あの、屋外ウォーキングした時の結果になるんですけれども、まあ、こんな感じで、ルート自体もですね、ほぼ、正確に正しく取れてるんじゃないかなというふうに思います。あの、歩いてきた、これウォーキングなんですけど、歩いてきた時とかね、のができるんですが、ファーウェイヘルスケアアプリの結構面白いのが、このダイナミック追跡っていうのがあるんですよ、これ。ちょっと見てみていただければと思いますが。これですね、まあ、キャスト開始しますか、今すぐ開始って押してあげるとですね。こんな感じで、自分が歩いた、この状況とかっていうのをこういうふうにダイナミックに、見れるというのね。これなかなか面白いですよね。すごい。初めて見たときはビビりますけど、はい、こんな感じのアプリも出ております。ハイライトもね、含めて。カスタマイズというボタンが下にあるので、これをポチッと押してあげるとですね、この場所ごとに写真を選択できると。例えばこのボタンポチッと押したりとかですね、これは歩いた時のシーンではないんですが、ちょうど同じシーンだったので、最大心拍数とかの時もね、こういう風に、はい、あの、アイコンがついているので、まあ、それで例えば、なんかお気に入りのシーンがあったら、その時撮った写真とかがあったら、ここでポチッと押してあげたりとかね、はい。これでちょっと再生してあげると、こういう風に、写真も含めて、こう、ランニングとかウォーキングの軌跡を、こういう風に、はい、上げられます。
すごいですよね。運動ログがね、ちょっと楽しくなりますよね。なんかこう歩きながら、なんか散歩とかそういう時にもこういう風に使えるのは、なかなか面白いかなという風に思います。そしてですね、これがね、先ほどの運動ログの結果だったりするんですが、まあ、こんな感じで心拍数やペース、ケイデンスなど、まあ、いろいろな指標で、分析することもできます。詳細っていうタブから見てあげるとですね、一番右側になりますが、まあ、こういう風に平均ペースとか歩幅や歩数とかも含めてね、こういう風に出てきます。この日めちゃくちゃ暑くてですね、もうなんかめちゃくちゃこう有酸素無酸素有酸素ゾーンでもね、そこそこ あのウォーキングでもできてたんで、なかなかすごいな、すごいことになってるなって感じがしましたが、これのログ取りを、ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディション単体でできるので、もうなかなかいいなっていうふうに思いますね。そして、睡眠もですね、睡眠測定できますし、その睡眠の分析もできます。はい、睡眠ログはですね、モニタリングの正常も 10% 向上、誤認識 40% 減少というところで、かなり正確に、睡眠測定ができるというところになります。で、ログとかもね、ちょっと見ていただくとこんな感じで、まあ日ごとだったり週ごととかそういうのもね、ちゃんと見ることができますし、このログをログ見るだけじゃよくわかんないっていうことあると思うんですが、1日ごとだったり1週間ごとのこのスコア化してもらえるんですね。1日ごとだったり1週間ごとでそれぞれスコア化をしてくれるんですね。睡眠が良かったかどうかっていうのもね、点数で表示されますし、まあ夜間の睡眠がどうなのか、まああとは起床回数とかね、就寝時間起床時間の規則性だったりね、そういうところも含めてですね、こういう風にちゃんと点数つけてくれるので、できるだけこう規則的に、就寝起床できるようにっていうところができるのはなかなかいいんじゃないかなというふうに思います。そして、心拍数だったり血中酸素、あとはストレス、そういうところもね、ちゃんと測定をしてもらえます。はい、心拍数や血中酸素とかね、あとはストレスも一番右側に入れてますが、こんな感じでストレスの測定って案外この価格帯のスマートウォッチってあんまりなかったりもするので、なかなかいいんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、その他の機能としてもですね、まあワークアウトの記録もそうなんですが、心拍数や血中酸素、あと活動記録、活動記録ってね、まあこんな感じで、はい、今どれぐらい活動しますよ、今日はあんまり活動しないんですが、まあこういう活動だったりとかもできますし、こういう測定、エクササイズもね含めてできます。あと音楽や通知、天気とかもね、天気はこんな感じで、はい、今日の天気だったりとか、今日の時間帯ごとの天気、あとは週間天気とかもね、こういう風に表示してくれます。あとはね、ストップウォッチやタイマー、アラーム、あと懐中電灯。懐中電灯はここ真っ白に表示してくれるアプリですね。はい。とかスマホ、案外スマホ探索っていうのはね、スマホなくす人多いんで、はい。スマートフォン探索って、私一番使う機能の一つかもしれません。っていう感じがします。あとは設定とかでね、まあ、いろいろな、設定を変更することもできます。常時表示とかのね、機能とかも文字盤から、はい、常時表示とかいうのをつけてあげれば変更ができます。まあ、あとはね、下から上に振ってフリックしてあげれば、こういう風に、ね、通知が出ますし、まあ、通知はね、スマホとほぼ同時で、こっちも習うことができますので。例えばですね、ちょっと LINE 送ってみると、こんな感じでね、LINE も来ますし、返信もできますね。ありがとうございます。ね、書いたら、はい、返信。こんな感じでね、返信されてますね。はい。着信もちょっとテストしてみたいと思いますが、着信は、こんな感じで一応着信通っていうのが出てきます。ブリブリ、数秒5秒ぐらい震えるんですけど、スマートフォンで音って書いてあるので、はい、スマートフォンでしか音はできないんですが、でこれで切られたらですね、はい、こんな感じで、はい、不在着信って現れます。一応だから電話と不在着信自体も、手首で一応見ることはできるという形ですね。まあこいつで電話はできないんですが、はい、これ上位機種のファーウェイウォッチの上位機種でも同じような挙動になっているので、一応ですね、まあ、手首ではなくて、スマホの方で応答をするという形です。だから震えたら振ってこう見る習慣がついたらね、LINE の通話の方も、やりやすくなるのかなというふうに思います。そして電池持ちです。はい、通常利用で9日間、ヘビーユースで6日間という形になっております。
というところ、急速充電も対応しているので、かなり急速で充電できると思います。ただね、十字表示が有効になってたらちょっと短くなっちゃったりもしますが、実際の電池持ちどうだったのかっていうのを調べてみるとですね、これログ取ってみました。先ほどお見せした運動も含めた、結構あの日に運動をしているので、そこはね、ちょっと薄い色でハイライトしてるんですが、それ以外の日は、まあ普通に、生活しながら使っていたっていう形になります。ファイウォッチフィットスペシャルエディションの、電池持ち、この状況ではだいたい 5.7 日、1日3時間ぐらいしてたら、まあ1日で、20% 弱ぐらい、表記されるかなという感じではある。だからそしたらまあ5日かからないぐらいで切れるかなと思いますが、まあ週に1回の運動とかね、そこまで頻発しないんであれば、まあ6、7日ぐらいは持つのかな。で、通常利用で9日っていうのは、まあまあ、おおむね正しいぐらいの感じなのかなというふうに思います。ヘビーユースで6日って書いてたので、はい。まあ、こんな感じなのかなというふうにも思います。この急速充電ってあったじゃないですか。これがすごいなってちょっと思ったんですが、ゼロにまで使い切ってからね、充電して、30分弱充電したらもう 80% ぐらいまで回復したんですよ。で、ここにもですね、45分間でフル充電って書いてあるんで、だいたいこれもおおむね正しいぐらいだなっていうふうに思います。30分で 80% ぐらい充電できたので、ちょこっと充電するだけだから、ちょっと風呂前にね、ちょこっと充電したらぐーってこうもう充電、満充電みたいな感じになるのかなというふうに思います。こいつは結構魅力なのはこの急速充電っていうところのなのかもしれないなとも思いました。で、まあ充電し、あんまりしなくても、1週間は持つというところ、十分使えるスマートウォッチになってるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、ちょっと大きいんですが、今回ですね、ファーウェイさんからですね、ファーウェイスケール3プロという、これ、体組成計ですね。体重計にプラスして、これがついてるやつですね。はい。この体組成計も、今回ご提供いただいて、まぁ、ちょっと一緒に使ってみてくださいよっていう風に言われてね。この体組成計なんですが、風呂場の前にね、洗面所に置いて、まぁ、お風呂に入る前に毎日測定してるだけなんですけれども、これ便利で、めっちゃ便利ですね。今までこのハンドルがついてるやつ、これ紐でくっついてるので、グッて引き上げるだけで使えるんですが、これ、いいですね。うん。何がいいかって、Wi-Fi で接続できるんですよ。Wi-Fi で接続できるので、スマホにいちいち結果を打ち込まなくて済むっていうところですね。はい、こんな感じで、まぁ、ちょっと恥ずかしいんですけど、まぁ、こんな感じで測定ができます。まぁ、こういう風にね、毎日測定するとこんな感じで、結果がこう表示されるので、これどうなってるのかっていうのも確認もできますし、こんな感じの体型だったり体脂肪、こういう風ないろいろなデータを、管理ができると。いうことですね。これのトレンドも見ることができるということ、今どういう流れですよっていうのを見ることもできます。でしかもですね、これ家族とかでも使えるんですよ。まあ、子供とかもね、こう乗ったらこういう風に体重とか出てきたりとかしてね、なかなか便利に使えるかなと思います。しかもこのね、乗った人が誰かっていうのは自動的にこう判別してくれるんですよね。ここに登録されるじゃないですか。この登録されている、まあ体重近辺で、この人この人この人って割り振ってくれるので、私の体重の中では、これぐらいの体重のものしか入ってこないって形ですね。で、他の、妻や子っていうのは、まあ、それぞれこういうふうにね、表示されるので、自動的に割り振られるので、管理する必要がないっていうのはね、打ち込む必要もないし、管理する必要もないっていうのが、めちゃくちゃ楽です。これと一緒にね、ファーウェイヘルスケアアプリで管理ができますし、ヘルスケアアプリはね、一応 Google Fit とかもね、連携ができるんです。私も今連携してるんですが、はい、連携できるので、結構これも便利に使えるかなというふうに思います。ぜひ、はい、継続的にこう、いろいろなデバイスでね、健康管理に使っていただければなというふうに思いますね。はい、というわけで今回はファーウェイウォッチフィットスペシャルエディション、こちらをレビューしてみました。ファイウォッチフィットスペシャルエディション、価格がですね、14000円というところで、かなり買いやすい価格にもなってるかなと思います。これでね、これでちゃんと健康ログも、ちゃんと、運動記録とかも含めてね、ちゃんとできるので、気軽に運動始めたい方、運動している方、まあ、あとはちょっと不安だな、何かが不安だなって方とかもね、使いやすいんじゃないかなというふうに思いますね。あとはね、体重計も含めて使うとなかなかいいのかなというふうに思います。よりハイエンドなファーウェイウォッチ GT3 とかね、
あの、ファーウェイウォッチバズとか、あの、そういうようなスマートウォッチも、あの、レビューしておりますので、ぜひね、そちらも参考にしてみていただければな、というふうに思います。あとはね、ファーウェイの公式オンラインストアで、敬老の日キャンペーンというのもやっていて、一部の製品ですね、ファーウェイバンド8とか、ファーウェイウォッチ D ウェアラブルキサス系、キサス系が埋め込まれているモデルですね。このようなモデルを購入すると、素敵なプレゼントも、もらえたりとかするっていうキャンペーンもあったりするので、敬老の日のプレゼントでもね、ぜひ使ってみていただければな、というふうに思います。というわけでね、ぜひね、ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションと、こちらの体組成計とかも使ってね、ぜひ健康管理、してみていただければというふうに思います。というわけで、この動画参考になったよって方は、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。その他にも、私、マッツ、このスマートウォッチだったり、スマートフォン、あとパソコンなどね、いろいろな製品レビューしておりますので、ぜひチャンネル登録していただきまして、次回の動画もお楽しみいただければというふうに思います。というわけで、マッツでございました。また次回お会いしましょう。さようなら、バイバイ、ありがとうございました。